はいどうも、マナブ18号でございます。本日はここ、春日部公園野球場に来ております。本日は、ここで草野球2試合、大阪フライヤーズさんと、2試合行います。皆さん見てください、この球場を見てください。ちょっとね、狭いんすよということで、ホームラン打つんやったらここしかない。人生初ホームラン狙っちゃいますんで、皆さん応援よろしくお願いします。それでは、頑張ります。はい、初回4点入れられましたけども、この回逆転しますよ。回ってくるんでね、皆さんチャンスです。セゴレフトフライ、惜しかったっすね。いやホームラン狙ってるからな。でも当たり良かったっすよ。次いけるんちゃいます。あと5センチぐらいだ。50メートルかもしれない。いやそんなないやろ。16対3、16対3、1点返して16対3。あれですかね、全部俺のサード試合ぶち壊した。剛3回も投げたっけ。あ、3回もない、はい、投げました。11失点、11失点、あれおかしいな。11失点、おかしいな、あれなんか、あの気持ち的には1失点ぐらいやった。残りの10点なんやねん。ちょっとエラーかな。取るまでは分かってんけど、ちょっと足腰弱ってるわ。ちょっとやっちゃいました。上がって、これからマーティーからのバッティングで取り返したいと思います。はい、強し回してくれ。ただな、こう電車に当てたら罰金とかちょっと払わなあかんやろ。あ、そう、ちょっとホームラン打つん怖い。ホームラン打つん怖いわ。怖いな。ビビらんくていいっすよ。打って。行っちゃってください。みんな割り勘な、そん時は。頼むで。手抜いてまうわ。もう当てましょう。電車当てましょう。当てましょう。はい、ちょっとね、1試合目はね、17対4、点差がかなり開いちゃいましたけども、2試合目頑張りますわ。2試合目ちょっとね、ヒット打ちますんで、ちょっとね、ほんまにすぐそこが電車なんでね。電車ね、あんまりね、ちょっとバーン打ちすぎたらね、当たっちゃうんでね、怖いわ。手抜いてまう。いや、ホームラン狙えねえけどな、この球場。レフト打ちますわ。2試合目、見ててください。絶対打つし、絶対勝ちます。お願いします。2試合目始まりました。ショートなんで、ちょっと守っていきますね。エラー専用に、行ってきますわ。
投げますんで、しっかりうちのエースがやってもらいますんで、2試合連続炎上中なんで、ね、頑張りやすさ。今 3-0、 2打席連続ホームラン打ってる方がいるんで、その人頑張って抑えますわ。3打席は俺抑えたろ。あ、どこ行った、入ったんちゃう。あ、惜しい。おいいよいいよ。うわあ、あ、オッケー、狙ってよし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 、逆転して僕が抑えて勝ちましょう。2点取った、2点取ります、1点差っすよね、2点差。はい、キャプテンチコナイスー、ナイスチコ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 。ナイキャッチ、いや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 、ナイキャッチ、昇竜拳カモさんがです。あの強打者の人打ち取りましたよ。よかった。いや、めっちゃガッツポーズしてもうた。大野雄大投手みたいなと思った。打席回ってくんでヒット持ってます。この BGM どこから、おー、いったー、あー、行ってきます。惜しい、行ってきます。スライディングをちょっとビアノエヴァみたいにしたらよかったな。ビアノエヴァみたいにしたらよかった。
ヒットでは次のイニングもね投げますんで、ちょっとまた抑えます。忙しい。よしよしよし、2イニングを無失点の無失点無失点な、うん、無失点で抑えました。今1点差ですね。1点差の最終回な。最終回よし、逆転やで。うわ、チャンステーマ最低やぞ、牽制でアウトになるやつなんて。特大ブーメラン。あ、負けました。1点差、惜しかった。惜しかったっすね。はい、ということで、2試合終わりました。2試合目はね、3対2、1点差で惜しくも負けてしまいました。ただね、最後の打席で、ヒットを打てましたし、ピッチャーで、久しぶりにね、2イニングを、無失点に抑えました。相変わらず、ヘロヘロボールですけども、なんとか抑えました。まあ、ただ守備がね、まだまだ、ボール弾いてしまいますし、足腰が弱い。いいキャッチングしてもね、起き上がれないっていうね、おっさんですわ。まあ、ちょっと走り込もうかな。今日も草野球楽しかったです。もっともっと練習して頑張ります。はい、それでは、今日の以上でございます。ありがとうございました。はい。